天の近くに黒曜石と水晶たくさん取れる洞窟あるよ。え、マジ？いた、なに、なに、なんか変な音した今。なんかブッていった。なんか今みんな変な音しなかった？大丈夫？ごめんね、びっくりしたんだけど。ブワッていったんだけど。ブワッ。何のノイズかな？おなら？僕のおなら、僕のおならが何？左側だけから聞こえるとかおかしいだろう。僕のおなら ASMR やばいでしょ。みんなおなら ASMR するよ。今僕のおならが右側か左側どっちから聞こえてくるか当ててねとか言ってこう右からブーみたいな。立体音響、おなら立体音響 ASMR。やってる人この世にいないだろう。え、いるかな？世の中広いから、もしかしたらいる？もしかしたらおなら ASMR もうすでにやられてる？ココとか普通にやりそうじゃない？もうね、ココね、僕やスイちゃんに対して恥じらいがマジでもうなくなってるから、人としてのね。よし。そうそう、ココがさ、もうマジで恥じらいが完全になくなって、この間の、ホテルに行った時とかも、ここに金属がある。ふむ。この間ホテルに行った時とかも、なんか僕がね、トイレに行こうとしたら、なんか、あ、そこトイレさっき私がうんこしたから気をつけろよ。とか言ってきてさ、マジで嫌だ嫌だとか思って。え、だったら行かないって言って、もうトイレには行かなかった。マジで。何に気をつけるんや。マジ、臭いからさ、臭いからどうにか、臭いから気をつけろよってことだったのかもしれないけど、とりあえず換気扇入れて近づかないようにしといた。マジで。もう嫌すぎて。もうそんなこと言われてさ、行きたいわけないじゃん、トイレに。それはそうでしょ？